米国のシークレットサービスが配布したヒットラーが変装する可能性のある姿の写真性を式の中の変装の方法が説明されているページ。基本として、虚無像を出家イコール僧侶山伏商人放火師大道芸人猿楽常の形が挙げてあり、服装だけでなくその職業ごとの立ち振る舞いや習慣も身につける必要があると説く。変装とは、 別人に見せかけるために、風貌や服装などを変えること。日本においては、戦国時代の忍者は、人知れず活動するために変装を行い、偵察や工作活動を行ったことが知られている。江戸時代には、僧が医者に変装し、船宿で女遊びをしたことや、武士が庶民文化であった花見や、初月をなどを楽しむために人目をはばかり、町人に変装したことが、 川竜などで読まれた。江戸長奉行、大岡忠助は、町人曲げをゆいれずみをしかみしもを脱いで庶民に変装したと民間に伝承されている。現代でも、スパイ、諜報部員などは変装を行うことがある。犯罪者が犯罪を実行するときや、逃亡生活を行うときなどにも変装は行われている。また、逃亡時には要望をすっかり変えるために整形手術が、 行われることもある。艦長、忍者、石膏、スパイなどと呼ばれる者は、工作活動を行うときに変装を行うことがある。忍者は、偵察や工作活動を行うときに変装を行い、状況に応じて様々な職業の装束を身にまとった。例として、石書を通過するときには、そこを通過しやすい薬売りなどに変装していたと伝えられる。戦争では、 敵兵の兵装を着用する変装や民間人の衣服を着る変装が行われてきた。物語の古事記、王子やシンデレラでは異なった身分の人間だと見せるために変装する場面がある。スパイ、情報部、情報部などを題材とした物語の作品では必ずと言っていいほど変装の場面が登場する。また、探偵が登場する物語においても 変装する人物が登場することは多い。例えば、江戸川乱歩の怪人二十面相シリーズに登場する二十面相は変装の達人である。また二十面相と戦う明智小五郎や少年探偵団の小林少年なども怪人に負けじと変装をすることがある。探偵小説では美行や新編調査のために変装する設定が描かれることも多い。これらの中には、 特定の人物に憤して、家族や友人に間近に接して見破られなかったといったエピソードが登場することがあるが、もともと告示した兄弟姉妹等がベースになる場合や、暗がり、遠距離などの条件下では別として、現実にここまで高度な変装技術が存在したという例はない。映画などでのメイキャップ技術でもまず不可能であり、こうした物語が映像化される場合は、 ターゲットを演じる俳優に入れ替わってしまうことが通例である。東方映画クレイジーの答。盗、地箱では植木等が変装の名人という役柄で谷ケイラに変装した。デモンストレーション行進に参加する人の中には映像が記録され様々な媒体で自分の姿が公開されることを警戒し、あらかじめ変装して臨む者も,もいる。変装したデモ参加者特定の工業や 物品販売の行列においても自分がそこにいたことを知られたくないために変装する人がいる。ビートルズもアイドル時代にファンから逃れるため変装していた。一番多用したのはポール・マッカートニーである。しかし声でバレたと発言している。その一環はハード・デイズ・ナイトのオープニングで見られる。1980年代工業デザイナーのパット・ムーアが3年間高齢者に 変装して、高齢者がおそらくは、高齢者であるという理由だけで臨地されて恐怖する、ことや、高齢者向けの商品さえも高齢者に取りやすい棚に、陳列されておらず、ラベルも、老眼では見えにくいことがある、などの体験をノンフィクションとしてレポートした。ユニバーサルデザインという言葉や、バリアフリーという言葉が、今ほど知られなかった。変装に用いられることのある道具を挙げる。 蒸気のような道具を使用し、メイクと組み合わせて除草、または断層することも、効果的な変装である。また、効果で手間がかかるが、ほぼ完全に別人になる変装もある。その例を以下に挙げる。なお、目立ってしまう難点はあるが、ペイントや着ぐるみなどを着る変装もある。人でないものに変装する方法としては、次のようなものがある。ありがとうございます。